はい、お疲れ様です。久しぶりな気がする。久々に行きました。はい、あの作ってもらったドライバーなんですけど、うん、練習場で打ってた感じで打てなくて、あんなに良かったですね。あんなにいいのに、あんなに上がってたじゃないですか、うん、全然なんか弾道がちょっと低めで、うん、なんかちょっと振り遅れるというか、自分が開いてるのか、うん、ヘッドが来ない感じ。一つの原因としてね、基本的には前のエースとして長年使ってきたドライバーよりはちょっとシャフトもしっかりさせたじゃないですか。そういう風にした時に、ここじゃアイアンは軽いのまで使ってるんですか。しかも最近めっちゃ軽く感じるようになってて、なんかちょっとおもちゃか、ラフも抜けないし。だから軽すぎると、例えばこうやってシャフトだけで振ってるみたいな、はい、印象になる。ヘッドは全然感じない。感じないじゃない、うん、そうするとコースに行った時ってアイアンの打つか、まあ、ショットとドライバー打つ回数って明らかにアイアンの方が多いから、多い。そうするとアイアンを打ってて軽いな、ヘッド感じないなと思って振って打った後にドライバーを打ったら、それは当然すごい感じますよ。硬いは重いはで遅れるっていう、あの、なんていうのかな、二次的な要因もちょっとあるかなとは。そう、それはね、ちょっと気合い入りますね、かって。なんか、あ、打つときにでしょ。でもここで打ったときは、そういうのなく普通に持ってます。あの、自分なんかお店でフィッティングをしてやるときに必ずセットで持ってきてくださいっていうのは、よくドライバー作りたいんですって言ってきた人が、実はドライバーがダメなんじゃなくて、アイアンが著しく合ってないから引っ張られてドライバーがダメになっちゃってるとか、逆にこうユーティリティがすごく軽くって、それ打った後にアイアン打つとアイアンが重く感じちゃうとか、その流れが違うことによって本当は合ってるはずのクラブが合ってないっていう人も結構いる。だから、まあ、まあ一つはほらアイアン頼まれてたやつができたから、はい、お、完成。完成です。だからとりあえずそれを打った後にパッてこれ打った時にコースで打ってる時に同じ印象になるのかっていうのは検証をまずしたいのと、うん、でそれをやった上でこれの調整、ドライバーがタイミングがさらにどれぐらいのタイミングがずれてる、うん、でもしくは球質もちょっと捕まえた方がいいとか、うん、逃がした方がいいとかっていうのは調整してあげたいかなと。はい、どんなアイアンできたんですか。ちょっとまた今持ってきて、はい、なんかかっこいいですね、めちゃめちゃ。ちょっと女の子っぽくしなかったですか、ね、うん、え、でもなんかスタイリッシュ。なんか見たことないシャフト刺さってますよ。まあ、基本的にはドライバーと同じコンポジットテクノさんのシャフトです、はい、で、まあ、これ見えてる通り、これ4軸のシートがこれもシャフトの先端から全長に入っているので、はい、すごくお助け機能っていうか、こう補正能力は高いシャフトです。だからまっすぐになろうとしてくれるシャフトで、まあ、ドライ基本的にはちょっとドライバーのスペックに合わせてるので、はい、重さ的にはシャフト的に、まあ、60g 台のシャフトなので、うん、今までよりはちょっと重たい。でも振った時にそんなに重く感じなくてヘッド効いて感じるようには作ってます。新品のロックから、あ、S まで、うん、とりあえずよくウェッジだけ別売りでやったりするんですけど、はい、要はピッチングの距離とかアプローチの距離とかがわからないで別売りのウェッジ入れちゃってもバラバラになっちゃうじゃないですか、はい、だからとりあえずで、このセットのこのサンドってすごい優しくてよくできてるよね、 A とか S。だからまずこれで打ってみて距離とかしっかり見て、でそれの他にもっと何が欲しいってやって別売り入れてった方がいいな、うん、だから基本は同じ感じで打てるように全部 S まで。了解です。久々かも、 A とか S とか。あ、いいんですね、 A とか S も、うん、だって、まあ、ある程度フルショットでも飛ぶようになるし、アプローチでも使えたら、うん、クラブ減りますし、うん、で女の子の場合、前も言ったかもしれないけど、特に夏場ラフが強い時に軽いクラブを使いすぎるとボールの重さもラフの抵抗も変わらないわけだから、本当に抜けないんですよ、うん、本当に負けちゃうでしょクラブが、なんか、みたいな、うん、自分がクラブが軽くてクラブの完成モーメントがないっていうことは、誰が頑張るって、自分が頑張る、自分が頑張る、
変なとこ頑張り始めちゃう、足とかあと腰とかね、腰とか、うん、もう変なとこが頑張り始めちゃって、うん、全然手動かなくなっていくんですよね。そうそうそう、でもまあ単純に重いとクラブの完成モメントで芝に負けないとつって出ていくから、その辺をこう体感してきた後だから余計この子の振り抜き感は感じてもらいやすいんじゃないかな。長さも長くなった、長さも長いです。で、ココルちゃんだったら長いから当たらないっていうのは基本ないから、そうすると女の子の場合ヘッドスピードがないとボールって上がらなくなっちゃうんです。ヘッドスピード、まあシャフトが長いとその分ヘッドスピードもあるので、ボールもアイアンでも一緒で上がりやすくなるから、そこはだからちょっと長めです。これはすごい、ちょっと本当どうなるんかなってくる。でもだいぶ違いますよね、今まで使ったとね。全然違う、全そうですよね。どっちに出るかが正直自分も半分自信はあって絶対大丈夫っていうのもあるけど、今までの軽いの長く使ってたからちょっと心配なところなんだけど、多分すぐ慣れると思って。本当全然違いすぎて、もう長さ違う、重さ違う、まあ色もちょっと違う、色違うしかもこれも多分違いますよね、ロフトもね違う今までの、うん、だから番手は全然違うと思う。2番手ぐらい飛ぶんじゃないかな。このエポンのアイアンの特徴は何なんですか？特徴は一番はまあ見た目的に言うと、まあこれポケットキャビティって言われてる、要はここに空洞があってポケットになってる、で真ん中がバネコーってすごく弾きのいいフェースが入ってる。だからでこの周りがこうやって厚いでしょ、だから要は重量の配分はこの周りと下にいっぱいある。重量配分はだからそうすると周りにいっぱいあって下が重いとクラブのヘッド自体がまっすぐにこうする力がすごく大きい、こういう形をしているもので、あともう一個はその完成モーメントっていうのが大きくなると、ドライバーも一緒なんだけど真ん中に当たったらアイアンでこうやって動くんだけど、芯よりも下に当たればこうやって動くよね。あ、そうか、で芯より上に当たればこうやってなるよね、うん、で同じで芯の今度逆にヒール寄りに当たればこうやってなるし、こっちに当たったらこうやってなるんだけど、それをしにくい。だからここにこのまままっすぐ当たって先っぽに当たったとしてもこうならないでそのまま行くから方向性が良くなる。スイートスポットが広いですね、うん、スイートスポットっていうとまあシーンからどのぐらいとかっていう意味合いになるんだけど、だから、ある程度芯にどのどこに当たっても球が変わらない。であとやっぱりその女の子とかヘッドスピードがない人、あともう一つはちょっとこう低い位置からクラブこうやって上に上がる人っていうのは打点がここにずれやすい、うん、あの上にずれない、上じゃない下の中でずれる、うん、下の左右にずれる。へえ、こうやって常に動いてるからさ、で逆にこうやって上からパッて入る人っていうのはヒールからこの遠側に斜めにこうやって縦にずれるのね。だから上から打ち込む人は上下に強いアイアンの方がいいし、逆にレベルに振ったりする人は下のこの左右に強いアイアンの方が効いたかな。だそういうヘッドです。すごいですけどねこれね、ぱっと見ぱっと見ほんとすごいですよ、すごい分厚い、けど上から見るとそうでも、うん、全然気にならないね。なんか最近もう出ちゃってるの多いじゃないですか、うん、持った感じいけそうな気がする。あ、ほんと、うん、先入観なしでとりあえず打ってみる。そうですね、よし早速では、初打ちの儀式、初打ちので、それをやった後で敬遠だったドライバーがここで最初に打った時みたいな球が出てないのが、果たして本当にそのセットの問題なのかクラブ的にもうちょっとなんかした方がいいのかっていうのは原因ちゃんと見つけて調整してちょっとやってあげましょう。はい、はい、いきますか。はい、ナイス、あの高さ正常。 YouTube のこれ小さくなった、これ小さくなった、もうちょっと YouTube のチャンネル登録
願いします。ここで